いや、おろすぐらいやったら、そんな何がおもろいねん何が面白いの何で OK 行きましょう何が面白いのとりあえず我々出しとかないですからもうダメだと思ったんですよ、本人が笑ってもなぁ前さ、お前笑いこらえて後ろ向きとったよお前えお前笑いこらえて後ろ向きよったやんだってお前でも僕らがご一緒するって来てもらってるんで、はい、いやでもまあなんか行ってきますよ、すぐやってもらう、やってもらう、いや、じゃああるよなやってもらう早すぎるなんで、なんでよじゃああるよなおもろいでしょ、まあ、じゃああるいやいやいや、なんなんで言い方、じゃああるよな、なんなんで、いやいや、じゃあ、いけるよな、いけるよな、みたいな、あるよな、いけるよ、大丈夫だな、みたいな、そんなふだん言わへんそんな言わへんやな、狙いに行ったんですよ、ふだん絶対言わへんやん、じゃああるよな、言わへんやん、まだ悪かしか言ったんや、悪かしか言ったんや、どうなんだか、ジャン君、ジャン君、俺らいけるな、じゃああるよな、だから、ちょっと気持ちよくなってるから、調子乗ってるってことですね、気持ちよくなってるから、狙いに行ったら、絶対笑えたんですよ、気持ちよくなってるから、調子乗ってるってことですよ。もう一回行こう、はい、言います。あるよ、あれ、ポシェットの。あー、確かに、いける。ポシェット、ポシェット、ポシェット、あれだ、ポシェット。あれだって、まあ、はい、はい、はい。いや、前さん、前さん、えって、えって、えって、前さん。前さん、前さん、えって、大丈夫やった、ほんまに。前さん、前さん、前さん、これで。前さん、これで、前さん。えって、えって、ほら、こっちで。あるから。実家帰らんじゃん、普通に明日もあれやろ、朝から予定入っとんじゃん。え、ちょっと確認するわ。あ、お前何ですか。ちょっと僕、実家帰り1ミリもないですね、ポイントは今日もう一回やり直して空気読めったお前、普通にごめん平ちゃんの藤原、行けよ。ごめんっておもろいですね。ごめんってめっちゃおもろいですね。ごめんめっちゃ面白い。ごめん帰れお前、ごめん空気読めお前、ごめんそうなんで帰るよ。ああもうさっき逆流してましたからね、鼻の中にコーヒー角砂糖の匂いすごいわ、鼻から。